はい、皆様おはようございます。今日は日曜日の朝8時、8時17分、今筋トレ終わったとこです。こんなふうに歪んでんのまあいいや、ジム終わったとこで、今日日曜日で、なんと今から英語のテストを受けないといけないんですよ。 IELTS って言って、知ってるからみんな IELTS って言って、まあなんかいろいろ必要な、受けないといけないテストがあって、それを今から受けに行きますということで、それの Vlog だね今日は。とりあえずジム終わって、そう、今からテスト会場に向かいます。もう Uber で行こうちなみに一切勉強してません。昨日の夜てか一切勉強しなくて、昨日の夜ちょっと最後気合入れて勉強しようとか思ってて、家帰って勉強しようとしたんだけど、なんか勉強してたはずなんだけど寝るだよね普通に。いやほんと情けないね自分が。まあでも別に何回でも受けれる説だからね。とりあえずこれ受けてあれやな、ちょっと感覚をつかんで、またちゃんと勉強してもう一回受けようかな。というわけで今日の動画は IELTS 勉強しないで、ほぼ勉強しないで何点取れるかで、そやな、そんな感じでいきたいと思います。あれかな、動画多分来た。さあ Uber が来ました。ハロー、モーニング。はい、というわけで会場のもうすぐ近くに着きました。 Uber で何時今、テスト9時からなんだけど8時24分に着いちゃったちょっと早く着きすぎたな。まあいいや、このサンドイッチを食べながら待ちたいと思います。永住権取るのに必要なんですよ。だから受けに来ましたということで、毎回受けたことあんだけどね、めっちゃ昔、どれぐらいやったかな、ね、めっちゃ昔でもないけど、まあ最近ではない、1年半前ぐらいかな、1年半2年前とかかな。まあ全然その時で、まあ、全然点数足りないから、でずっと避けて逃げてきたんだけど、もう避けられませんということで、また受けないといけなくなってそう、でもとりあえずもう一回受けてくださいって言われて、エージェントの人にあはいっつって、もうとりあえずいいやと思って、何どうせ勉強して準備できるまで受け、準備できてから受けようとか言ってもどうせ受けないから、あの何もうとりあえずもう1週間後とかに予約してできたんで、勉強全くしてません本当に。レイ君が一瞬だけちょろっと手伝って、なんかちょっと説明してくれただけだね本当、それだけで何も勉強してません。昨日の夜最後、前日まあ軽くおさらいすればええやろ思って、昨日夜仕事から帰ってテストを一回通しで自分でやる予定だったんですけど、なんかいつの間にか寝てましたね。ほんと許されないな。いやほんと、もう起きたら、え、寝てるやんと思って、いやダメですね本当に、本当にちょっと情けないですね。まあまあまあ、でもまあどっちにしろね、どっちにしろその昨日の夜勉強しててもしてなくてもね、大して勉強はしてないので、まあ、今日はとりあえず一回受けてみて、テストに慣れてどんな感じか慣れてね、んで次また受けるときはちゃんと勉強して、どれぐらい違いが出るかをまあ見れればいいかな。というわけで IELTS 勉強ノー勉強で受けてみた、何点取れるのか、そんな感じかな。で次受けるときはもうちゃんと勉強します、前もって。それでまあそれでいいスコア出るかな、わかんないけど、まあそんな感じです。結構長いテストだからね、何時間ぐらいかかるって、結構本当丸一日まではいかないけども、半日は潰れるぐらいのテストだから、ちょっと気合を入れて頑張りたいと思う。まあまあ昨日勉強しなくても最悪だけど、まあいいことはいつも眠い健太くんがね、昨日はちゃんと言っても6時間ぐらいしか寝てんか、まあ6時間はね、 6時間ぐらい多分寝てんかな、うん、いつも眠い健太くんで、ね、今日は結構睡眠ちゃんと取ったので、不幸中の幸いはそんなに眠くないということで、ちょっとやる気を出してね、頑張って気合でどうにかやりたいと思います。それでは、はい、テスト終わりました。もうハゲるわ、ほんまハゲるか思ってたわ、疲れたし眠いし、もうなんかほぼテスト、まあ全然あれですね、やった感じでダメですね。もうテストを受けるつうより、問題解くつうよりもひたすら寝ないように戦ってた感じだからダメだね。まあどうしようかね、
やっぱちゃんと寝てたはずなのに、ちゃんと寝てたはずなのに、やっぱテスト始まったらもう眠くて眠くて、ほんと励ますわ。寝なかったけどね、一回も 寝はしなかったけど、ただ寝ないようにしてただけだったから疲れたね。とりあえず終わったんだけど、まあ、また今度受けないとかな、まあ、とりあえず終わって、そうリスニングとかも全然わけわからん。リスニングわし簡単かと思ってたら意外と難しいわ、なんか全然ついていけない。まあそんなことは置いといて、この試験会場が、まあ、ダウンタウンで、あのちょっとシオン君のバイト先の近くだからね、ちょっとシオン君今日働いてんのかわかんないけど、日曜日いつも働いてるからちょっと外から覗いて、シオン君いたらちょっと食べに行こうかな。というわけで今から急遽シオン君のバイト先に、昼飯を食べに行きます。終わったの今12時過ぎに終わったかな、面接も含めて。じゃあ12時半とかに終わったかな、12時半とかに終わって今1時ぐらい、ちょっと買い物をして今撮ってます。1時ぐらいですね。シオン君は働いているのでしょうか。そうシオン君はなんかあの日本食レストランで働いてるね、いるのかな、見ていきましょう。シオン君いましたね。お待たせいたしました。あ、お疲れ様です。あ、一人で。あ、一名様。ごめんなさいね。ご予約されてますか。あ、人でしたか。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。あ、空いてますもんね。あ、何でもいいですよ。あそこに一番いいところにお願いします。あそこがいいですね。あ、なるほど。いや、ショートいるかなって探してたんだよ。いや、だからカモタミってなかったから。お酒飲みますか。いや、飲みませんよ。海鮮丼すごい美味しいよ。45ドルするけど大丈夫。45いいでしょ、いいでしょ。こちらお酒になりますよね、もしよろしければどうぞ。ビールとお酒、オレンジジュースがいいな。オレンジジュースでかしこまりました。いや、見て、ちょっと、え、これ、美味しい？美味しいんでしょうね。美味しいよ。チキン南蛮もあるし、45か、45度の海鮮、どんなに美味しいのか。ちょっと見せていきましょうか。何時までバイト？え？バイト何時まで？3時かな。3時やん、OK。 うん、シオン君ちゃんと働いてますね。というわけで45ドルの海鮮丼を頼みました。美味しいのでしょうか。お待たせいたしました。オレンジジュース、あ、本当に持ってきたんですね。冗談のつもりだったのに。ありがとうございます。オレンジジュース本当に持ってきましたね。確かに光が当たっていい席だ。ダウンタウンの真ん中ですね。ありがとうございます。美味しそうじゃない。いや、こちらがね、特別なんです。スペシャルランチの、こちら45ドルとちょっと高いんですけれどもね、すごいいくらたっぷりで、うわ、すごいじゃないですか。はい、じゃあバンクーバーの皆様に、バンクーバーの皆様、私今クーでやってますので、よかったら、ね、住所は、こ住所、こ住所わかりませんけど、ダウンタウンのグランビルの近くやな。ロブソンの近くだよ。ロブソンではねえだろ。通りこれわかんない。もうど真ん中だね。真ん中であります、ね、H マートの向かい側、H マートスーパーマーケット、そこを映してます。 H マートの、H マートの、まあ、グランビル駅の近くだね。あの4月からディナーもね、ちょこちょこ入るのでね。そうなの？なんか忙しくなるね。いや、本当にどうしよう、どうしよう。じゃあ頑張ってください。じゃあ30%でイアン行きますので、ね、30%あげたらイアンしてくれるんですね。あ、了解です。ありがとうございます。いただきます。犬みたいな食べ方してるけど大丈夫ですか。美味しいだ。私食べたことないから。食べたことないんだ。まかないで出してくれないの。そういうところでございますよ。マジどうでしたでしょうか。大丈夫ですか。とても非常に よろしかったですよ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。じゃあチップいっぱいあげたんでイヤーお願いします。電力イヤーお願いします。ありがとうございました。Summer's here. Yo, come look at this. We're gonna go to the plant shop first. I kind of want Starbucks.
just in case. Can we go to Starbucks? Yeah, yeah. Any Japanese? You're learning some now. Oh, there's nothing. Come on. No, what was it? Haha. I just learned mom. Mom. Haha. Chichi. Chichi. Dad. Dad. And what was that? Ane. Ane. Ani. Toto. What is that? Ototo. 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 Yeah. A word here and there. Yeah. A word nice. Here and there. I'm happy with that. Say 1, 2, 3, 4, 5. Ichi, ni, san, five. No. Yon. 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 And what was that? Go. Go. Yeah. Go. Ichi, ni, san, yon, go. Yeah. Good job. というわけで週末恒例の運転の練習です。Just get the windows down. Bro, let's even do this. Oh shit, that's neat. Yeah, open. Alright, let's get it. Oh, left on, this is Kincaid. Okay, go left. Oh, left on. Yeah, it says go left, crazy. It's so narrow. Oh, you said right? Right, yeah. There's only one person on the right, always. It's nice. Yeah, it does feel good. というわけで、まあ前も言ったからみんな知ってると思うけど、知らない人のために。今自分は免許持ってなくてで練習中だからアンディといる時は一緒にアンディと練習できるのでこんな感じアンディといる時だけこうやって横にアンディがいたら運転できますこんな感じでこれを1年やったら免許を取れますねだから次の11月頃には多分免許取れますまあそんな感じで植物屋さんに到着ですZebra plant? Zebra plant. Yeah. I like they got more here too. Air plant this Yo, is. Yo, air plant. It's crazy. I kind of like this. It's so crazy. I should get it like this, huh? Yeah, you should. That looks dope. Yeah, I'll get it like this. Yeah, that looks dope. Yeah, this meant to be, right? This meant to be. That's meant to be. Yeah. What was the name of this? Oat brown sugar. Oat brown sugar oat. Oat milk espresso. Brown sugar oat. Oh, so. Espresso. Yeah. Yeah. Andrew. Andy, not homie. Andrew. I don't spit out my gum anymore because of you. Oh, that's good. Why? I never said anything about it. Yeah, you did. I did? Yeah. Maybe. And now I can't do it because every time I do it, I think of you. And I'm like, oh, sucks. Sayonara? Yeah. Sayonara. Oh, sayonara.
Wave your hands on the... Sayonara. 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 Janne. You remember Janne? Oh, no, Janne. 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 Let me get my coffee. Okay, good. Enjoy your coffee. I will. Enjoy Paul. Good to see you. Thanks for the clap. Yeah, yeah. See you next week. Thanks for the coffee. Yeah. アンディと運転の練習終わって帰ってきまして、コーヒーも買ってね。今日はこれを買いました。植物屋さんのエアプラントっていうみたい。いいね。これはトイレにでも置こうかな。トイレにでも飾っておきたいと思います。ここでしょうな。あ、ええやん、ええやん、おしゃれ、おしゃれ。じゃあ、こいつはここということで。なんか、霧吹きすればいいみたいね。あ、これでいいんじゃない？待って、これは強すぎか。ちゃんと霧吹きします。これで多分ダメですね。痛いです。見て、レベチ君は多分脱皮だわ。唇見えるかな？唇っていうか、そう。これ多分もう皮が剥がれる。もう剥がしていいか。すごい脱皮。ピロッ。はい、バイバイって。はい、というわけで、今日も動画見てくれてありがとうございます。まあ、英語はちょっと、今回はね、せっかく受けたのに全然勉強しなかったからね。もちろん、まだ結果も返ってきないから何とも言えないけど、まあ、いい結果なわけないので、ちょっと反省して、次はちゃんと勉強したいと思います。はい、今、動画撮った日から結構経ってね、今編集中で結果返ってきてたので、結果は、IELTS の結果は 5.5 でしたね。前と一緒やな。まあ、思ったより悪くはなかった。やった感じもっとひどいかと思ったけど、まあ、5.5 だから前と一緒だね。まあ、前ちょっと勉強して受けた時と、同じだから、まあ思ったよりは悪くなかったけど、まあ足りないのでね、それでも。6必要なので、6以上が必要なので、今の私は6以上必要なので。だからもうまた来週も予約したので、来週また受けてきます。というわけで、まあ結果としては勉強なんもなしに受けたら、まあ5.5 でした。ということで。皆さんも IELTS とか受けたことある人は何点か教えてください。5.5 はまあ、知らない、わかんないね。みんながどれぐらいなのかわかんないから何とも言えないけど。まああんま高くはないんじゃないかな。そんな感じです。まあちょっとでもね、テストに慣れてね。なんか懐かしかったね。ああ、そういえばこんなのやったな、みたいな感じで。まあとりあえず1時間全部で、まあ、ね、思ったよりかかるの、私なんか記憶で5時間ぐらいかかったし気がしたけど、多分全部で3時間ちょいとかだったかな。だからまあそんなに長くはなかったけど。まあでも疲れたね。まあ、髪の毛10時間してる方がまだ楽だわ。ほんと疲れた。まあでも、頑張ります。皆さんも、苦手なこともね、得意なことはもちろん頑張って、苦手なこともね、いつか絶対やらないといけない時が来るからね、まあ、なるべく逃げないようにね。で、まあ自分に言い聞かせるつもりにでも、苦手なことも、逃げないように頑張って、得意なことはもっと頑張って、夢を追いかけましょうということで。さあ、今日の質問返し。レベチ君ちょっとこっち行って。あれ。英語を習得するにはどのぐらいかかりましたかということで。まあ、英語、パッと見喋れる感じだけど、まあ、パッと見喋れるというか、まあ、ちょっとした感じなら喋れるけど、本当に勉強してないので、もうだから、IELTS も全然テスト、点数良くないし、IELTS っていうかその英語のテストも。まあ、だから、こっちにもう10年近く住んでるからね、2015年に来てるから、今、次の多分9月でちょうど9年かな。だからもう8年、9年近くか。結構間、結構何ヶ月とか長い間日本にいた時期もあったけど、そんな感じだからで。まあだからこっちにはもう結構長い間いますね。だからまあ、ある程度は最低限は喋れるけどって感じよね。別に英語は本当にできないですね。今日ももう、もう本当に改めて今日テスト受けて、改めて、わしやっぱ英語できないなと思ったよね。ほんと問題全く分かんなかった。いやほんと、頑張って勉強します。ね、レベチ君ね。というわけで、まあ、こっちに9年住んでるから、まあ、多少は喋れるけど、文法とかね、その、難しい単語とか全然知らないし、まあ、そもそも勉強もできないからね、英語できるかできないかって言ったら、
まあ、あんまできるとは言えないな。今日も動画を見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。わっ、今のレベチ君脱皮して口周りがなんかトゥルンとしたね。いいじゃない、いいじゃない。レベチ君は元気にしてます、もちろん。というわけで動画を見てくれてありがとうございました。 Thanks for watching. See you in the next video. Peace.